はい、どうも、こんにちは、アンクルです。ですね、今回は、このパッチがね、新しく入ったということで、このマズルブレーキという、全般的な武器の反動を減らし、フラッシュハイダーとコンペンセーターの間を取り、照準を安定させる。これがですね、なんか、いい感じなんですね。なんで、コンペンセンセーターより、やりやすい。リコイルコントロールがやりやすい。ちょっとなんかね、なんだろう、あんまり認めたくはないんですけど これ買おう。よし、ということで、テロハントでちょっとね、良さを広めたいということで、やりましょう。でですね、この武器じゃない、このマズルブレーキ、ツイッチとかにもつけることが、間違ったぞ、できます。まあ、あんまり詳しいことはよくわかんないんですけど Eliminate all of the terrorists. あとね、なんだっけ、なんか遠距離の、なんだろう、なんだっけ、何衰退だっけ、びっくりした。距離減衰を減らすのかな、あれは。これなんか全くぶれないんだよ。なんだ撃ってて。超痛いんだよ。なんかリコールコントロールいらないんじゃないかレベルなわけ。俺今困惑してる。これコントローラーだったらかなりやりやすいんじゃないか。コントローラーでも。どこ？四方どこ？怖ーい。あ、そこね。ビビったべよ。くそ。いた！もうびっくりした。痛くなかった。やばいな、死んじゃう。いるね、近くに来い。これはね、とってもやりやすいよ。あれどこ行った？びっくり、全部やばい、全部腰当てちゃう。あれだ。どこだ？ここにいたやつはどこ行った？なんで同じとこにおんねん。めっちゃやりやすいんだけど、何なのこれ。え、ちょっとこれは感動ね。
味わってほしいので。ちょっと暗い、びっくりした。まだいたのか。どこにいるの？いなくね？えっ、おお、びっくり、びっくり、死ぬ死ぬ死ぬ、助けて。マジでびっくりするわ。なんで俺こんな体力少ない。ここにおるね。一人どこ？え、いなくね？音。明日はこっちだ。ちょっと待って、開いた。悪いな。どこ？びっくりした。4 eliminated. Friendly mission successful. ということでね、なんで L85 とかめっちゃやりやすい。もともとあれだもんね、あんまり反動しないけど、それでもやりやすい。なんでだ、どういうことだろう。まあ形があんまりかっこよくない。なんで四角なの、そんな。そんでだとね、英国版やってないな。英国版試してないな。足にもつけることができるんですけど、もうちょっとこっちか。で、この変な形のね、マズルブレーキ。英国版やってないな。どんな感じなんだ。まあ、L85 でやった方が分かりやすいんだろう。Eliminate the terrorist. ああ、さっきやった感じはね。コンペセンター生態より反動が少ない感じと気がする。こっちにいるな。おお、やりやすい。怖っ。やばい、びっくりした。お、やりやすいぜ。英国の方がやりやすいかもな。それは人の好みがあるから。ん？どこにいるんだ？あそこにいるな。ここにいる。どこにいる？あそこにいるんだよね。こんにちは。もう一人。一階にいるね。ここにいるか。いいよ。あ、いる。なぜバレた。
すごいヘッド率が高いな。やりやすい、英国の方がやりやすいかもしれない。人よしそろぞれ、ただ英国はいいぞっていうことはですね、伝え、あ、英国じゃね、間違った、マツルブレーキはいいぞって。いや、いいっすねこれ、本当になんかどうせコンペンセーターでいいだろうと思ってたけど、これは俺これ使っていこうかなと思います。はい、ということでありがとうございました。バイバイ。